中井梨花涙の卒業コンサートに密着。たくさんリハーサルしていただいてありがとうございます。頑張ろう。楽しみ、楽しみ、頑張ろう。じゃあエンジンします。はい、はい、行きます。3、2、1、リハだ。リハさん、かわいい。あー、リハちゃんはできる。あー、リハさん、 NGT48 お願いします。自身がプロデュースしたユニットクラウディークラウディーも登場。なりつつありまして、なんていうのかな、なんだったよね、はい、新加入してきたのがなんと3期生のスイスイです。スイスイはね、お昼にあの昇格発表もあって。そうなんです。おめでたいですよ。ありがとう。え、ゆうなもね、ゆうなも昇格したからね。おめでとう、おめでとう。 NGT48 3期生の北村優香です。やった。私はもともと NGT48 のファンだったので、梨花さんのことはずっと画面越しに見ていたんですけど、可愛いだけじゃなくて本当に面白いんですよ、梨花さんって。だからすごいなって思いました。最初はあのゆなことつぐみさんと私と梨花さん4人で始まったクラクラだったんですけど、はい、なんか最近子さんマウント取るよね。違う、そうなんですよ。だって梨花さんがその新しいメンバー
すごいチヤホヤするかな。私もまだリカさんが卒業される実感が全然湧いてないというか、本当にいなくなっちゃうのかなみたいな不思議な気持ちなんですけど、なんか今まででも結構あんまり考えないようにしてて、とりあえず目の前のことをやるんですけど、でもなんか最後の最後にはどうなっちゃってるのか。これからのね、クラウディークラウディー、リカさんはプロデューサーさんとしてはいお世話してくださるんですよね。そうなんですよ、はい、これからは私が卒業したからといってクラクラがなくなるわけではなく、このミルキーピンクを誰かに譲って、そうなんですか。はい、完全にプロデューサーに回るので、今後のクラクラも楽しみにしていてほしいなと思います。そして4期生オーディションが開催されていたので、もしかしたら4期生からも申請が入ってくるかもしれませんよ。そしてステージはいよいよクライマックスへ。誰かに夢を与えられるような存在になれたらいいなと思います。ピンクのドレスで登場。AKB48 初めて選抜入りした曲「ハイテンション」では、新潟のご当地からデルヒさんが登場。だよって言ってもらえる人生になるなんて、おぎゃった時は思ってなくて、あ、生まれた時おぎゃやった時は思ってなくて、でも本当にずっと言えなかったんですけど、私は本当にここのステージに立っているメンバー一人のコラボ大好きです。それでは最後の曲です、聴いてください、青春時計。
きましょう。したくない。やめる。私がここには。次はどこ行くんでしたっけ。青森か新潟。青森か新潟。じゃあぜひ新潟で卒業ロケお願いします。ありがとうございます。仕事やりきった感じしてます。